仕事終わりに旅ガチャで飛行機に搭乗。当たったのはまさかの第二の故郷です。はい、こんにちは、吉田です。本日は平日金曜日、仕事が終わりまして現在いますのは JR 渋谷駅です。今回は仕事終わりのその足で JAL の企画チケットどこかにマイルで旅ガチャをしていきます。どこかにマイルとは JAL のマイル7000マイルと引き換えにランダムに選ばれた4つの行き先のうち1つの行き先の往復特典航空券と交換ができるサービスです。今回の吉田の行き先候補は鹿児島、広島、北九州、宮崎です。完全に西日本に偏ってますね。ではどこが行き先になったのか楽しみにご視聴いただければと思います。それでは早速空港に向かいましょう。ということでまずは JR 渋谷駅から羽田空港まで移動をしていきます。それにしても渋谷駅人が多いですね。人混みをかいくぐりながらまず乗車しますのは山手線内回りです。E235 系車両が到着し、この電車に乗りましてまずは品川まで移動をしていきます。品川に到着しますと乗り換えを行い、ここからは京急線に乗車です。乗り換え改札を通過しまして羽田空港行きの列車を待ちます。京急線の品川駅名物列車渋滞を眺めることもできました。京急線の品川駅は全ての種別の列車が停車をしますが、線路は上下線で1本ずつしかなく、このように列車が渋滞することがしばしばあります。ということで羽田空港行きの列車が到着しまして乗車をしていきます。品川駅を出発した段階では満員に近い状態でしたが、京急本線並びに空港線の途中で降りる方も多くいらっしゃいました。ということで間もなくこの列車の終点、羽田空港第1・第2ターミナル駅に到着です。ちなみに羽田空港第1・第2ターミナル駅は文字数19文字で、国内で9番目に文字数の多い駅です。そして改札を通過しまして第1ターミナルにやってきました。こちらのエレベーターを挟んで右側が北ウィング、左側が南ウィングです。エスカレーターを上がりまして手荷物検査場前に到着。行き先候補地である宮崎、鹿児島、広島、北九州など各地に向かう飛行機の案内が表示してあります。行き先候補の4箇所いずれも欠航にはなっていないようです。今回は果たしてどの飛行機に乗るのでしょうか。搭乗まで少し時間もありましたので展望デッキにて空港の景色を眺めたいと思います。いやー、夕暮れの空港綺麗ですね。この景色を見ながら飲みたい。滑走路にはアナの飛行機がスピードを上げて離陸をしていきます。この日は金曜日ということもあり、出張や帰省、旅行など利用している方も多そうですね。改めて手荷物検査場前に戻ってきました。検査場を通過して搭乗口に向かいたいと思います。今回搭乗します飛行機はこちらと言いたいところでしたが、残念ながらお隣の駐機場に停まっている飛行機です。東京ディズニーリゾート40周年を記念した JAL カラフルドリームエクスプレスという飛行機のようです。この飛行機に搭乗となりますと選択肢は2つに絞られるのですが、残念ながらそうはいきません。まだ少し搭乗まで時間がありましたので、ここでビールをいただきたいと思います。今回いただきますのはこちら、サントリーの東京クラフトペールエールです。早速開けていきましょう。ではいただきます。ここまでご視聴いただいた皆様、乾杯。くわー、うまい。金曜日のビール最高です。その後も気持ちよくグビグビと飲んでしまいます。そして飛行機への搭乗が始まったようですので、ビールを飲み干してゲートを通過していきます。ボーディングブリッジを渡るときっていつもなんでこんなにワクワクするんですかね。何度飛行機に乗っても気持ちが高まります。そして飛行機に乗り込んでいきます。入り口のところで飴さんをいただきましたが、結局舐めるのを忘れていて現地に着いてからいただきました。機内は前方にクラス J のリッチな席があり、奥に普通席があります。こう見ると結構ガラガラのように見えますが、最終的には7割ぐらいの席が埋まっていましたね。あらかじめ指定していた席に座りまして、ラッキーなことに隣の席に座る方もいないということでしたので、カバンは座席の上に置いておきます。シートベルトでしっかりと固定ができれば席の上に置いても良いそうです。
ということで、こちらの飛行機は搭乗が完了し、駐機場を離れていきます。見えていますのはアナなどの飛行機が発着する第2ターミナルです。夜の空港、幻想的で美しいですね。夜間のフライトではこのように客席も暗くなります。これは JAL の飛行機独自のもので、 ANA の飛行機では夜のフライトでも暗くはなりません。どちらも安全上の理由ということですが、対応に違いがあるのもまた面白いですね。飛行機は引き続き滑走路を走行し、離陸場所まで移動をしていきます。先ほどは第2ターミナルが見えましたが、こちらは第1ターミナルです。ターミナルの明かりとライトに照らされた白い飛行機がなんとも美しいですね。その後も飛行機は様々な明かりに照らされた羽田空港の滑走路を移動していきます。飛行機は一旦停止をしますが、エンジン音が大きくなり再び動き出しますと、スピードを上げ離陸をしていきます。飛行機は羽田空港を離陸し、東京湾周辺を眺めながら西向きに進路を取っていきます。いやー、東京の夜景綺麗ですね。何度か見たことがあるはずなのですが、美しい景色は何度でも見たくなってしまいますね。その後も川崎周辺の工業地域、横須賀周辺の三浦半島、神奈川を代表する観光地江ノ島などを眺めながら、引き続き飛行機は高度を上げていきます。おそらく静岡県に入ったあたりかと思いますが、この辺からカメラの限界を迎え、ピントが全く合わなくなってしまいました。うまくいくと時々ピントが合うのですが、見えているのはどこなのかわからなくなってしまいました。機内はすでに電気が灯り、シートベルト着用サインも消え、安定飛行に移っています。今回搭乗していますのはボーイング737という機体で、これまで1万1000機以上生産された世界一生産されている機体です。足元には USB Type A、Type C それぞれの充電口があります。そしてしばらく時間が経過しまして、飛行機は降下を開始します。ピントが合っていないので見えにくいですが、奥の方には少し明かりが見えますね。その後もまた暗闇の中を飛行していきます。なんだか不気味な感じもしますね。飛行機は再び消灯し、着陸に備えます。 JAL の夜間のフライトでは安全上の理由で離着陸ともに消灯をします。変わらず暗闇の中を飛行していきます。映像では分かりにくいのですが、高度が少しずつ下がってきています。前方に少し光が見えてきました。どんどん高度を下げていき、間もなく着陸です。ということで、無事目的の空港に着陸しました。周りが暗いので空港周辺の様子がなかなか見えにくいですが、果たして今回はどこに到着したのでしょうか。飛行機はこのまま駐機場に向かって走行をしていきます。お隣の駐機場には黄緑色が特徴の飛行機が止まっていますね。大ヒントです。そして飛行機が止まりましたら降りていきます。こちらの空港のボーディングブリッジ、なかなか個性的ですね。空港内の様子はこのような感じになっています。遅い時間の到着ということで、搭乗を待っている人はいないため、静かな雰囲気になっています。掲載されている広告が個性的なこともあり、もうわかったよという方もいらっしゃるのではないでしょうか。ということで、今回どこかに参るの行き先となったのは宮崎ブーゲンビリア空港です。実は吉田は3年ほどここ宮崎に住んでいまして、第二の故郷と呼べるようなとても大好きな地域です。宮崎空港の中には宮崎大好きポケモンのアローラナッシーと、宮崎出身の俳優温水洋一さんの銅像が設置されています。
では宮崎空港から列車に乗って宮崎駅まで移動をしていきます。 JR 九州の黒い特急787系に乗車をしていきます。宮崎空港駅から宮崎駅までは特急料金なしで特急列車の自由席に乗車をすることができます。またこの区間の所要時間は約11分のため、宮崎空港は中心地からのアクセスもとても良い空港です。宮崎空港周辺はヤシの木のような木が多く植えてあり、南国らしい風景が広がります。ですが今回は夜なのでなかなか見えませんね。列車は出発し宮崎駅を目指して進んでいきます。いやー、相変わらずピントが合いませんね。こちらの特急列車の座席前方にはチケットホルダーがありますね。そして背面テーブルがありまして、そこに隠れた場所には車両の案内があります。背面テーブルの下の網のところにはかの有名なざっくり路線図があります。この路線図ほんと大好きです。そして列車は南宮崎駅を経由し、次は目的地の宮崎駅です。宮崎に到着いたします。宮崎を代表する一級河川大淀川を渡りますと、まもなく宮崎駅に到着です。個人的には実家に帰ってきたような気持ちになり、懐かしさを感じます。ということで宮崎駅に到着しました。ホームを降り改札を出まして、今回の移動は以上です。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆さんはどのタイミングで行き先が宮崎だと分かりましたでしょうか。このタイミングで分かったよなどとぜひコメント欄にて教えていただけますと幸いです。引き続き全国の観光地、グルメ、鉄道などの情報を発信していきたいと思いますので、ぜひ高評価やチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。改めましてご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。